私は今まで頑張ってこれたので、これからも応援していただけたら嬉しいです。今までありがとうございました。小林かなみ。かなみはオーディションの時に唯一の中1で、その時中1人だった真帆と一緒にニコラを盛り上げてほしいという期待に一生懸命応えてくれて、3年半もの間おしゃれお企業もどんどん磨いて、みんなの本当に憧れの存在になったと思います。いつも周りを気にかけてくれて、スタッフのお手伝いも積極的にたくさんやってくれました。子供もスタッフも花見のことを本当に信頼して、いつもありがたいなと思っていたよ。生徒会副会長、本当にお疲れ様。花見卒業おめでとう。今まで3年半
さん、応援してくれた皆さん、ありがとうございました。自分の卒業式の時どうなっちゃったろうって思ってて、案の定こんな感じになってしまって、情けないですけど、読者の方がいなかったら、自分はこうやって胸を張って堂々といられなかったし、なんか自信がすごいついたっていうか、自分はこれでいいんだって思われることができたので、本当に皆さんのおかげだと思います。楽しいんですけど、LINE するので、返答お願いします。練習してみて。ありがとうございました。バイバーイ。エリナは今までたくさんの動物の声をこれまでたくさんオーディションさせてもらったんだけど、イコラが大好き、子供になりたいっていう気持ちが一番強く伝わってきた子でした。いつも今すごく努力してるのに、本当に謙虚で優しくて、自分も子供たちも私たちも本当にエリナのことを信頼していました。エリナの世界観もみんな本当に大好きでした。これからも頑張ってください。全然卒業っていうのがまだ実感湧かないんですけど、本当に約3年間たくさんの方に支えられて、そして読者の皆さんはいつもたくさん応援してくださって、皆さんのおかげで乗り越えられたこともたくさんあったし、皆さんがいたからたくさんたくさん頑張りました。本当にたくさんの応援ありがとうございました。そして後輩もみんな、なんか私も人見知りでなかなかみんなとうまく話せなかったりしたかもしれないけど、みんなと一緒に撮影したり、みんなと一緒に話したりできて本当に楽しかったです。もちろん大変なこともあったりすると思うけど、自分磨きとかたくさん頑張って、みんなの悔いないようにリクの生活をたくさん楽しんでください。本当にありがとうございました。安村マナ、はい、マナはリクの磨きで初めての東京開放日のことを私もよく覚えています。華やかなウォーキングと当時中2とは思えないスタイルに圧倒されて、思わずマナがいるとよかったと終わった後に声をかけてしまったことでした。そして卒業直前の無表紙、今までのニコラで見たことのないとっても素敵な大人表紙になりました。大人っ子ニコラをマナが一番かかってくれたと思っています。本当にありがとう。マナ卒業おめでとう。ニコラに入ったばかりの頃はこんなにニコラのことが大好きになるって思ってなくて、卒業の時もそんな泣くと思ってなかったし、ニコラが生活の中心になってて、そうやって私の中でニコラの存在がどんどん大きくなっていったのは、たくさん応援してくれる読者の皆さんだったり、どんな時も好きだよって言ってくれるコメントだったりがすごい力になってました。直接会って感謝を伝えれないのはすごい悔しいけど、仮面越しでも本当に気持ちは変わらないので、最後まで見送っていただけたら嬉しいです。そして後輩もの皆さん多分怖がらせてしまったんじゃないかなって思います。最初は本当にごめんなさい。でもなかなか一緒に撮影できなかった子もいるけど、本当にみんな可愛くてすごい勝手に好きになってました。だから大変なこととかたくさんあると思うけど、自分らしくたくさん人を頼って頑張ってほしいなって思います。これからも仲良くしてください。ありがとうございました。
と、その大きな目に引き込まれてしまうような、とても不思議な、かわいいかわいい魅力がありました。今日は、好きなことをしてくれる気がしたり、自分をしっかり持っていくというようなところも、ファンの人たちが心に持ち込まれているのではないかなと思います。これから、いろんな新しい目標だったり、夢だったり、活動を持っているので、まっすぐ自分の心を持って頑張ってください。あと、卒業おめでとう。2年半、お世話になりました。私は中2で入ったから他の高1もと違ってニコラにいる時間も短かったけど、その分なんか内容がギュッと凝縮された濃い2年半を過ごせたかなって思ってます。楽しいこともあったけど、なんか辛かったこともあったし、悔しかったこともあったけど、ニコラになってなかったらきっともう無理、嫌だって言って逃げてたと思うけど、応援してくれるファンの方々や学者の皆さんがいていたので、だから逃げずにここまで頑張りました。ありがとうございます。本当にそして、後輩者の皆さん、先輩らしいことは一個もできてないんですよ。本当にコミュ障だから、見てのとおり喋るのも下手だし、話すのも下手だから、LINE なのにインスタなの今はあるので、よかったら話しかけてください。自分から話すのが苦手なだけで、話しかけてくれたらすごい喜んで仲良くしてくれとか、本当にありがとうございました。ナイスキーです。本当にもうみんな可愛くて、もう頑張ってて、もうごめん、本当におばさんみたいな本当に可愛い子がもうこんな頑張ってたこと、すごいと思う私どんな感情かわかんない。ごめんなさい。頑張ってください。ありがとうございました。小原ゆいと。メンバーとして一人でニコラに入ってきたときは、姉妹が頑張ってくれていましたね。話し方や振る舞い方もちょっと大きく整えていて、メンバーの中でも有酸的な存在でした。俳優のお仕事も増えてきた頃には、ニコラの撮影でも演技力を発揮してくれたり、なんかどんどんゆいとかっこよくなっているなんて話題になってました。これからも俳優として頑張ってください。ゆいと卒業おめでとう。4年間本当にお世話になりました。僕は中3の頃に入ったんですけど、その当時はすごくなんか自分がやってることが不安だったんですけども、先輩方からいろいろ教わって自分を信じて4年間やっていくことができました。後輩のモデルの皆さんもニコラの期間というのはとてもすごく貴重な期間で、同世代の子たちと競い合って高め合える期間なので、この期間を大切に最後まで駆け抜けてほしいなと思ってます。読者の皆様、本当に4年間応援してくださりありがとうございました。これからも頑張りますので引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。大倉貴人。はい。貴人がいるといつも撮影現場が盛り上がってムードメーカーのような存在でした。芸能活動もどんどん忙しくなって、学校とニコラと芸能活動の3つの両立がとても大変だったと思うけど、ニコラの撮影ではいつも明るく頑張ってくれたし、ニコラ TV の盛り上げ方もすごく上手で、みんなが彼のことを応援してました。これからも活動を頑張ってください。応援しています。貴人卒業おめでとう。皆さんこんにちは、大倉貴人です。僕が入ったのは高校1年生なんですけども、めちゃくちゃ話さなくて、なんかめっちゃかっこつけてましたね、多分ね、なんか俺イケメンだろみたいな感じで、でもそれを変えてくれたの本当にニコラのスタッフの方々で、もうみんな優しくて明るくて、いつの間にか高校が本当に、なんだろう、今まで僕が行った現場の中で一番優しくてあったかいんじゃないかなって思って、後ろのメンバーの2人のように、ね、僕にとって本当に大切な人たちと出会えたので、本当にニコラの撮影頑張ってよかったなと思います。あとは
ニコモの方々、男の子にいっぱい話しかけてあげてください。よろしくお願いします。ね、芸能と学業でね、意外とこう青春っていうのがね、ちょっと味わえない中で、この撮影では本当に青春いっぱい味わえるんでね、女の子と手つないでできちゃったね。本当に青春が味わえる撮影だと思うので、お願いですから、女の子の方々、男の子に話しかけてあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。古川龍太郎。はい。龍太郎は今までの面もにあまりなかったタイプで、イケメンなのになんだかふわっとした不思議な雰囲気のある魅力のある面もでした。卒業したお兄さんの面もたちにたくさん可愛がってもらっていたけど、自分の先輩になっても撮影でお手伝いしてくれたり、しっかり頑張っている様子が伝わっていました。これから新しい目標があって、頑張っていくと思いますので、応援しています。ありがとうございます。龍太郎、卒業おめでとう。はじめましての方もいると思うんで、古川龍太郎です。入って2年半、なんだろうな、仲いい友達、今でもすごい可愛がってくれる先輩とか、後ろにいるメンバーの2人とかと、将来とも仲良くしたいなっていう友達に会えて、すごい良かったです。僕は結構喋れないタイプだったんで、ニコモから話しかけてくれたメンバーも気さくに話しかけてくれると思うんで、ぜひぜひ話しかけてください。そうですね。ニコモとメンバーの方、残り頑張ってください。読者の人、すごい、なんか、動画出るたびに、僕のインスタグラムの DM に、ゆとりくんかっこよかったよとか、いろいろメッセージを送ってくれて、それがすごい励みになりました。これからも、ぜひ、応援してくれたらなと思います。すごい緊張して喋ったんですけど。ありがとうございました。以上で、卒業証書の授与式を終わりにします。幸せを選手が願ってます。これからも頑張ってください。